人から指摘された変な癖がありますか？また自覚している口癖も教えてください。変な癖というか、考え事をしているときにほっぺたを膨らませちゃうことがあるみたいで、それを指摘されることがよくあります。なんだかこうやってほっぺたを膨らませて考え事をする癖があるらしくて、ほっぺたがまた膨らんでますっていう風に指摘されることが多いです。口癖は女子あるあるだと思うんですけど、可愛いを連発しちゃいます。いろいろ動画だったりとか SNS とかに対して可愛い可愛いって言ってるなって思います。まるんこ、あの言葉を避けて単語を10個成立させてください。あの言葉、あの言葉が避けて10個言えると思います。あんこ、はんこ、はダメだから、わんこ、あとなんだろう、インコ、あと何でしょうか、あ、きんこ。え、10個ってあるか、あとなんだろう、ガシャタンだ、タン、チッタンだ。だから天候、天候、え、ある、めんこ、あとはレンコ、名前をレンコするみたいな、これもあるかな。え、あとね、え、なんかあるかな。あ、ガンコ、ガンコ、あと一個。まあはダメだから。文庫、本の文庫、これで10個です。